キングチ・ヨアン、キングチヨンン・ヨアン、金光ヨアン、344年、または349年から407年9月14日、あるいは聖ヨハネ・クリゾスともは、4世紀のキリスト教の、神学者、説教者、コンスタンディヌーポリ大主教、いわゆるギリシア教父と呼ばれる神学者群を代表する一人で、ある。コンクトは、名説教で知られたことから、黄金の口を意味する、クルソ。 オーゴンストモス、を付して呼ばれるようになったことによる損傷である。ヨアンネスクリュソストモス、ヨハネスクリュソストモスあるいは単にクリュソストモス、またはクリソストム、クリスステムなどとも表記される。イオアン、イオアンネス、イオアンニス、ヨハネス、ヨハネといった各種表記については口述する。聖教会、東方諸教会、カトリック教会、聖公会、 ルーテル教会で聖人として崇敬される。聖教会において最も頻繁に用いられる聖体礼儀の形式には、キングチ・ヨアンの名が完成られ、聖コンクヨアン聖体礼儀と呼ばれる。三成聖者の一人でもある。カトリック教会においては、教会博士の一人でもある。キングチ・ヨアンは、ローマ帝国の将軍の子として生まれ、 未亡人となった母によって、キリスト教徒として育てられる。381年に、聖職者となり、次第に名声を獲得していった。398年、修道士として、新品として、アンティオキアで聖望の高かったキングチー・ヨアンは、ネクタリオスの後を継いで、コンスタンディヌーポリ大主教を、当時まだ宗主教制は存在していなかったに許されて、着座した。 しかしながらヨアンがその地位につくことに反対し、着座後もその地位を染むアレクサンドリア大主教、セオフィロスやヨアンから職務怠慢によって、叱責を受けたり免職された新品たちは、イをアを組んでいた。金持ちの夫人の写紙を戒めるヨアンの説教について、皇后を指しているのだと残言した人々があった。このことで起こった東ローマ皇帝、アルカディウスの皇后は、大主教を、 セオフィロス及びヨアンに反感を抱く司教たちと結託し、皇帝にヨアンを告発した。その後、ヨアンを守ろうとする民衆と皇帝側の役人の間で小競り合いが何度も繰り返され、その度にヨアンに対しては捕獲と釈放が繰り返されたが、結局ニケイアへの流刑となった。ニケイアに到着後、カッパドキアのククススに流刑先が変更された。 流刑先にはヨアンを下た多くの人々が訪れ、ヨアンを物心両面から支援した。最終的に、国会沿岸にヨアンの移送が決まったが、炎天下や雨の日も歩かせ続けるという残酷な処遇がヨアンの体力を奪い、ヨアンは道中のコマなポンティキで栄民した。栄民前には、了承し、すべて公栄は神にキスと唱えて栄民したと伝えられる。 三十年後、ヨアンの普及隊は、コンスタンティノープルに移された。コンスタンティノープルの海峡は、普及隊を迎えるための民衆の船で満ち満ちたという。ヨアンの説教は、簡潔でありながら自在に、聖書を引用し、あるいは、聖書の総話や、信者の生活を身近なものに例え、追句や反復などを用いて、わかりやすく信仰の要点を示した。彼の著作として、 モーセご書、聖英英、ヨハネによる、福音書、パウロ書簡についての注釈などが残っている。聖教会では特に数敬される。固有の祭りに加え、普及帯同日、他の聖人との合同の祭りなどがある。また、聖教会に理論的に最も大きい影響を残した神学者の一人であって、その注釈書や説教は現在でもたびたび引用される。 例えば彼の復活再説教の一つは、復活大祭の方針例の一部に取り入れられ、必ず朗読される。中世半ばから、大バシレオス、ナジアンゾスのグレゴリオスと共に、三成聖者、三成聖,聖者、として、合同の祭りを持つようになった。聖教会ではこれを、三成聖者大四主聖、大和 D、バシレオス、神学者、グレゴリー、グレゴリオス、 金口、ヨアンの祭日として記憶しており、記憶日は2月12日、グレゴリオスレ期間3の日付である。ただし、日本聖教会では、聖体礼儀等の抗議等で祝われることは稀である。なお東京復活大聖堂、ニコライ堂の当面、イタリ聖書の2枚のステンドラスは、この3大聖七父のうち、大和司令をすと金口、ヨアンの遺恨である、南側ステンドグラスが、 大バシレオス、北側ステンドグラスが、キングチ・ヨアン。大バシレオスの制定したとされる、生体礼儀の方針レ文を、簡略化して整備したことでも知られる。ビサンチン方針礼で通常用いられる、キングチ・ヨアンの生体礼儀は彼に改正られるが、現在使われる形は彼より、後の負荷によって発展したものであると考えられている。聖教会において、体礼儀は、 他の方針例と同様、歌唱される。伝統的な旋律、聖歌は、東欧を中心とした、各地聖教会に存在するが、近世以降、金口、ヨアンの生態礼儀に作曲した、作曲家も多数存在する。チャイコフスキー、ラフマニノフ、リムスキーイコール、コルサコフ、などによるものが、音楽的に知られる。詳細は、聖歌作曲作品としての金口。 イオアン生体礼儀と作曲家を参照。歌われる言語は、各国地元の言語を主に使うため、現在も、生体礼儀など方針礼に用いる曲は、各地方教会がおのおの育てている状態であり続けている。キングチ・イオアンは、西方教会にも影響を及ぼした。カイサリアのバシレオス、シリアのエフレム、エワグリオス・ポンティコスラの著作とともに、キングチ・ イオアンの公は、書簡、論考が古今を問わず西の修道院で、個人的に読まれ、また食卓などで公に読まれた。教会の教えに対する金口、イオアンの影響は、現代のカトリック教会のカテキズムにも見られる。カテキズム十八番では、彼の教説、中でも祈りの目的や、主の祈りの意味に関する彼の説明が引用されていい。 エスストアのようなキリスト教の聖職者が彼を指して、使と時代以来人類と愛に関する神の指針を人類にもたらした最も雄弁な説教家の一人と述べており、19世紀のジョン・ヘンリー・ニューマンもキングジ・リワンを快活で明るい、穏やかな精神高い感受性を持った心と評している。カトリック教会及び伝統的なプロテスタント教会でも、 いくつかの聖クリソストムの祈りプレイヤーズオブショートトーンジョンクリスステムがある。聖公会では次のようなクリソストムの祈り A プレイヤーオブショートトーンジョンクリスステムを使っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。